必要なことは全て写っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか。はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました。僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。何があった聖也。僕、証言できません。ごめんなさい。だからなんでだよ。今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。さっき電話がかかってきたんです。電話。僕には妹がいて、その携帯から知らない男の声で電話が。そいつは教令会の村瀬だって。八神さんにそう言えばわかると。村瀬が証言するなと言ってきたんだな。はい、もし証言すれば妹の帰りがいつになるか保証できないって。分かった。おい、どうすんだよ八神。警察に相談するか。海藤さん、八神だ。今から教令会の刑事アートに行く。証人の妹が人質に取られた。手貸してくれ。どうする気だ。裁判は始まってんだぞ。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。お、できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。巻き込んだのは俺だ。妹さんは絶対無事に返す。約束する。
時間引き延ばせっていつまでだよ。